ハロー YouTube。 さあ、今回取り上げていきたい電気自動車ニュースになりますが、トヨタが2026年におけるですね、バッテリー EV の販売台数目標を3割以上もですね、下方修正してきました。特にですね、佐藤社長の発言内容の変遷からですね、具体的にトヨタの EV 戦略がですね、どのように下方修正されてきたのかと。そしてですね、今回取り上げていきたい佐藤社長がですね、バッテリー EV の中に PHEV も含めるべきであるという、まあ、とんでも発言、まあ、言ってみたら爆弾発言になりますが、このですね、爆弾発言内容からですね、トヨタが実はバッテリー EV 以上に警戒するべきですね、まあ、ある、構造的な問題点、こちらについてをですね、絡めながら、解説をしていきたいと思います。まずですね、今回取り上げていきたい存在というのが、トヨタの最新 EV シフト動向となります。これまでのトヨタの EV シフトに関する目標設定については、2026年にバッテリー EV150 万台を掲げながら、2030年までに350万台を発売する方針を表明済みだったわけです。ところが、今回日本の主要メディアが一斉に報じてきたのが、サプライヤーに対する通知内容として、当初の2026年150万台という目標から、100万台へと、50万台分、3割以上の目標引き下げを通知したというものになります。実はトヨタについては、この数年間で EV、特にバッテリー EV に対する目標値及びスタンスを幾度となく変更してきているという点が極めて重要です。まず、2021年12月以前についてはトヨタは2030年時点におけるバッテリー EV の販売台数目標を水素燃料電池車を含めて200万台と発表していたものの、2021年12月に開催したバッテリー EV 戦略の説明会において、そのバッテリー EV の販売目標を350万台へと大幅増強し、バッテリー EV 関連に対する投資額も4兆に引き上げたと。なんといっても2030年までにですね、バッテリー EV をグローバル全体で30車種投入するということで、まあ政権からですね、喝采を浴びていたわけです。他方で、豊田社長が退任した後、後任の佐藤社長の2023年4月におけるプレゼンテーション内においては、中期目標として2026年までに新たにバッテリー EV を10車種投入しながら150万台という目標を設定していました。ところがですね、これが販売台数であるのか、生産台数であるのか、はたまた150万台を生産できる体制を整えておくという意味なのかと、明確な表現が避けられ始めていたわけです。そして極めつきは、2024年5月に開催された2024年度3月期の決算、つまり一般的には2024年第一四半期の決算発表内において、佐藤社長は、短期間にそれをパッと実現できるものではありませんので、やはりサプライチェーン全体を見俯瞰してみたときに、準備をしながら多くのパートナーと共にそのタイミングを迎えていく必要があります。そのときには時間軸の目安と量的な目安を示さないと、どのような準備をしていけばいいのかっていうのがなかなか分かりにくいということを踏まえて、目線というか基準として26年あるいは30年に対する物言いをしました。で、実際の需要が立つかどうかというのはそれとはまた違う話で、150万台分の例えばバッテリーをちゃんと作って供給できるのか、あるいは買ってきて供給できるのか、あるいはそれだけの生産能力を構造改革とともに実現できるのかという観点で我々はその数字を見てますので、売れるか売れないかということとは少し意味合いの違うものであると。このように2026年150万台、2030年350万台という数値というのは、販売台数目標や生産台数目標ではなく、あくまでもトヨタとしてバッテリー EV をこれだけ生産する準備をしますよという意味合いだったと主張してきています。いずれにしても、3年前に豊田会長が発表していた販売台数目標という意味合いからトーンダウンしている様子が見て取れるわけです。そしてそのトーンダウン以上に注目すべきは、その決算発表内におけるですね、佐藤社長のさらなる発言内容となります。そういう意味では150万台というところは、ブラザルというか、基準として150万台というところは変わらずなのか、今お話があったように PHEV というところも150万台というところに入れて考えていくのかというのを最後に伺いますでしょうか。PHEV は入れて考えていいと思ってます。内燃機関の新たな進化も含めて、今のいわゆるこう何ですかね、ハイブリッドのレンジエクステンダー的なものというよりは、バッテリー EV に内燃機関が付加されているというような概念だと思いますけれども、そういう PHEV はバッテリー EV の属性の中に含めて考えていいんではないかなというふうに私自身も思います。はい、このようにですね、 PHEV はバッテリー EV の一種であるという趣旨の発言内容を聞いてですね、おかしいと感じない人はさすがにトヨタに肩入れしすぎであると言わざるを得ないと思います。そして問題は、この発言内容によって豊田社長体制下から表明していた2030年バッテリー EV 販売台数350万台という目標値は、販売台数目標ではなく、あくまでも生産できる能力を確保しておくという意味合いであり、しかも実は PHEV も含まれていたというオチとなってしまったわけです。
まあ、こうなってくるとですね、そもそものトヨタの EV シフトに対する評価内容も大きく変わってきてしまうことから、この佐藤社長の発言内容は、まあ、いいか悪いかは別にして、トヨタの EV シフトの展望を語る上で、極めて大きいことは間違いないと思います。他方でこの佐藤社長の PHEV やバッテリー部の一種である発言について、一点指摘しなければならないことというのが、PHEV と一括りにするべきではないという点となります。というのも今回佐藤社長も念頭に入れて発言していた中国市場の PHEV の人気については丁寧に議論する必要があるわけです。現在中国市場において人気を博している PHEV というのは BYD の DM システムおよびリオートやファーウェイなどのレンジエクステンダーの2種類であると思います。まず BYD についてはいわゆる駆動力として内燃エンジンを使用しながら同時に発電も行うことが可能なシステムとなります。よってこれは佐藤社長の主張するハイブリッドのレンジエクステンダーというニュアンスに近いと思います。他方でレンジエクステンダーというのは搭載する内燃エンジンはあくまでも発電用のエンジンです。駆動力として使用することはできません。よってこれこそがですね、佐藤社長の主張していたようなバッテリー部位に内燃エンジンが付加されたようなものというニュアンスとマッチするわけです。つまり何が言いたいのかというと佐藤社長の主張するバッテリー部位の編集としての PHEV というのは PHEV ではなくレンジエクステンダーのことなのではないかと。よって現在トヨタが発売しているような駆動力として内燃エンジンを活用するいわゆる PHEV というのはバッテリー部位に含めるべきではないんじゃないかと。したがってですね、トヨタの論理から言ってもレンジエクステンダーはバッテリー部位の当初の生産能力見込みの台数に含めてもいいかもしれませんが PHEV を含めるのはさすがに論理が破綻しているのではないかということになるわけです。そしてこの PHEV はバッテリー部位の編集発言に関連して注目すべきはまず第一に現在トヨタはレンジエクステンダーをラインナップしていないという点となります。よって佐藤社長の発言内容のニュアンスにより近いはずのレンジエクステンダーを今後市場に投入してくる可能性が極めて濃厚なんじゃないかという仮説をですねこれ立てることができるわけです。確かに中国勢はいち早くレンジエクステンダーの有用性に気づいて、急速にですね販売シェアを拡大することに成功しているものの、欧州勢やアメリカ勢に関しては BMW i3 だったりマツダ MX30 を除いてほとんどラインナップしてきていないと。よってですね、ここは中国の後追いでもいち早くレンジエクステンダーをラインナップすることで、まずは中国市場にキャッチアップしながらその上で、特に北米市場で人気の大型 SUV など、バッテリー EV としては絶対的な航続距離が足りない車種などへの導入にですねこれ期待することができるわけです。さらにその上、駆動力として内燃エンジンを使用する通常の PHEV について現在 BYD が圧倒的な効率性を実現してきているこの点も重要かと思います。確かにこれまでの PHEV というのは佐藤社長の言う通りハイブリッドのレンジエクステンダー的な要素が強く、この最大の問題点として個人的に感じるのがハイブリッド車よりも構造上製造コストを抑えることが極めて難しいという点だと思います。このチャンネルにおいては定期的に主張している通り PHEV というのはハイブリッド車のように内燃エンジンとモーターを搭載しながらそれでいてハイブリッド車よりも10倍もしくはそれ以上という明らかに大容量なバッテリーを搭載する必要があるわけです。よって特にハイブリッド車に強みを持つ既存メーカーからしてみるとそれであればハイブリッド車を訴求した方が製造コストも安くなりより安価に売ることもできます。 PHEV を販売促進するインセンティブがなくなるというですね、まあ、大きなジレンマに陥ってしまうわけです。ところがハイブリッド車をラインナップしていない BYD については販売の 50% 程度を占めるバッテリー EV の大量生産によるバッテリーの調達のですねこれスケールメリットを存分に活かすことによって既存メーカーのハイブリッド車をはるかにしのぐコスト競争力を既に実現済みなわけです。しかも PHEV に特化する内燃エンジンを開発することによって熱効率 46.06% という極めて効率性の高い内燃エンジンを開発することにも成功しています。例えば現在トヨタが中国市場で発売中のカローラについてはハイブリッドの場合 13.18 万元と、日本円でですね、まあ、およそ260万円から発売されています。その燃費性能は WLTC モードにおいて 4.60 リッターパー100キロを実現していると。またプレミアムセダンのカムリーについてはハイブリッド車の場合 17.98 万元、日本円でおよそ、まあ、360万円で発売されています。燃費性能も WLTC モードにおいて 4.2 リッターパー100キロを実現していると。
ところが BYD の大衆セダンの PHEV であるチンエールについては 9.98 万元日本円で200万円ちょっとで発売されているにもかかわらず 10.08 キロワットアワーのバッテリーを搭載することで EV 航続距離も WLTC モードで60キロを確保しながら、それでいて燃費性能も低充電状態で 3.8 リッターパー100キロに到達と、つまり現在の BYD の PHEV というのはただでさえ10倍以上ものバッテリーを搭載することで燃費性能ではですね、これ不利になるにもかかわらず同セグメントのカムリーハイブリッドよりも燃費性能で優れながら、さらにトヨタのハイブリッド車としてですね、最も安価なカローラハイブリッドよりもさらに安価な値段設定で発売することができているというですね、もう正直言って勝負になっていないほど引き離されてしまっているわけです。まあ、正直申し上げてですね、これを認めることができないのは現実から目を背けているだけであると言わざるを得ません。よってトヨタとしてはこの BYD の破壊的な PHEV のコスト競争力や性能に太刀打ちできないことを悟ってか、その PHEV で勝負に行くことを避けながら、さらにバッテリー EV 開発と親和性のより高いレンジエクステンダーに比重を置き始めようとしているのではないかということになるわけです。はい、このようにしてですね、まあ、今回トヨタは2026年までのバッテリー EV の目標を当初の150万台から100万台へと下方修正を行ったものの、実はそれ以前からトヨタは2026年までにバッテリー EV を150万台販売する気はなく、あくまでも市場動向に応じて150万台のバッテリー EV を生産できる体制を構築しておくという意味であったということ、またトヨタの定義するバッテリー EV には PHEV が含まれるということになったことから、もうこうなってくるとこれまでのトヨタの発表してきていたバッテリー EV の目標値についてはすべて不正確な数値として今後参照することができなくなってしまったということ、よって今回のバッテリー EV の生産能力見込み50万台減産というのは EV シフトのスピード減速によるものだけでなく、そもそもトヨタ自身が純粋なバッテリー EV を150万台花から準備する気がなかったことを意味するわけです。そしてこのトヨタにとって実はバッテリー EV とともに重要なミッションというのが PHEV の存在なわけです。中国市場においてはバッテリー EV と PHEV が現状6対4程度という販売構成であり、現在中国においてはトヨタは複数車種の PHEV をラインナップするものの販売台数は壊滅しているわけです。すでに性能でもコスト競争力でも圧倒的シェアを有する BYD に歯が立っていないことから、佐藤社長の主張するバッテリー EV の編集であるレンジエクステンダーの開発にコミットすることで、中国市場をはじめとして北米市場などでもスムーズに展開しようとしてきているのではないかと推測できるわけです。特に中国市場に関してはトヨタの販売台数を支えているラブ4やカムリー、なんといっても最も収益性に貢献するアルファードに対して PHEV、 そして今後はレンジエクステンダーを導入することが喫緊の課題であることは間違いないでしょう。はい、何せよですね、トヨタの2点3点するバッテリー EV シフトの目標設定の裏で実は PHEV とレンジエクステンダーの存在こそが現在のトヨタの抱える最も大きな課題なのではないかと。そもそも佐藤社長の主張するバッテリー EV に内燃機関を搭載するというパワートレインはこれまでの PHEV にさらにバッテリー容量を増量しただけのものを指しているのか、それともやはり駆動系とは切り離されたレンジエクステンダーのことを指しているのかと。はい、トヨタのですねバッテリー EV、PHEV もしくはですねレンジエクステンダーの可能性、ここに来てですねかなり現実味を帯び始めているわけですが、まあ、これらのですねこれを全部含めた、EV、まあ、バッテリー EV のですね最新動向がですね、アップデートされ次第このチャンネルでもですね定期的に情報をアップデートしていきたいと思います。そんな感じでいってらっしゃい。